久保さんはね、友達よりお客さんっていうね。はい。まあ、友達にね、商品売ることはできます。できるんだけど、毎回遊ぶときにね、遊ぶ約束して、この商品を。で、遊ぶ約束して、またこの商品をと、うん。遊ぶ約束して、この商品よと。ネットワークかみたいなね <laughs>。あのー、でもね、自動販売機っていいですよね。あの、毎回セールスできるじゃないですか <laughs>。コンビニとかね、あの、毎回セールスしても別にいいじゃないですか。 やっぱ商売するっていうのが、商売してしっかりお客さんを、顧客を獲得するっていうのが僕はいいと思いますね。友達がたくさんあったとしても、友達に、その、たくさんの友達に商品を売り続けるっていうのは難しいんですけども、自動販売機とお客さんの関係だったら、まあずっと売れますからね <laughs>。なんでまあ顧客、 うん、自分でビジネスをして顧客を獲得するっていうのが、まあ生きていく上で結構大事かなと思いますね。別にこれは個人に限らず、企業もそうですからね。企業も顧客、クライアントさんがいなかったら売上が上がらないですから。まあそれが B2B なのか、B2C なのか、B2 なんちゃらなのかわかんないですけど、<laughs> とにかく売る相手がいるから売り上げが上がってると思うんですよね。いってらっしゃい。